神社に来てるんですけど、ちょっと分かりづらいんであれなんですけど、そっち側が今新橋、JR 新橋にいる神社、まあまあ、からちょっと歩いてきていただいて、巻き虫の入る形なんで、ちょっと分かりづらいんです。鳥の神社、鳥神社なんで。鳥の神社。色によって願い事を変えるっていう珍しいタイプの神社です。で、鳥森神社の由縁は、ご最近は、はい、お稲荷なんですけどね、お稲荷なんですけど、平野正門の乱という教科書に習うやつですね、が、平野の正門の乱が起きたときに、藤原の絵がですね、戦勝祈願をしたとも言われるし、足利、この町で足利が戦勝祈願したという、その由縁でもあるような話もありますけども、実際のことは、あまりよく分かってないというのが実情です。で、一番言われとしてなっているのがですね、藤原氏がですね、ね、お稲荷様に、戦勝祈願したところですね、白狐がやってきて白羽の矢を与えたそうです。で、その矢を、持って、なんか収められたので、で、まあこの土地があったので、お姉さんをこちらの方に、お呼びしたところ、夢に白狐が現れて、神鳥の群がるところが霊地だと告げたので、ここに祀ったという説がありますね、うん、今は建て替えられて鉄筋コンクリートの神社です。色によって、願い事を変えるというところですけど、いろいろなものがありますね。ちゃんとご祈祷もしているので、おやじさんがね、ご祈祷される方もですね、まあ、社殿なんで、祈祷されない方と祈祷される方に入れるのに入れるとか違うよっていうのがあります。基本的にはやはり神社なんで二礼二拍手一礼ですね。神門は三つどもえの門なんですけど、鳥と森と、稲を、残花したものというふうに言われます。
近代的な人工物。貧困クリート。で、願い事によって、色が違うので、このように白、黄色、青、緑と変わってくるわけですね。願い事のは、ということで、ですね。で、赤色が恋愛とか良縁とかですね。で、黄色が金運幸福商売繁盛ですね。青が厄災関係ですね。あと仕事とか学業ですね。緑が健康、家族、交通安全とかですね。旅行、まあ、人らの旅もあるんで。旅行安全とかいう形ですね。で、この色のおみくじは、1つ500円っていうになってますね。あと子供おみくじとかいうのもですね、ちょっとなんかこじゃれた感じです。神社もまあいろいろですから、そんなんでしょうね。昔はこちらで札とか出たようですが、あの何らかの関係で向こうに第2ところで使われています。新橋の本当駅近くなので、ちょっとお時間がある。こちらが社務所ですね。社務所。ご祈祷をされる方はこちらで社務所でお願いしています。で、何か買われたい方はこちらで購入しているので、出てください、ね。鳥もにじんただけ鳥が過ごしてる、鳥もに神社のちょっと神様のお名前がね、ちょっと漢字だけだと読めないので、私も読めないので、最新がですね、宇賀の御霊の御事と雨の渦目の御事と耳木の御事ですね。